ふんが、ふんごふんご言ってる。寝たふりなんだよ。全然起きてるから、これ。そうそうそう。こんな調子悪いの初めて。それね、初めてでした。びっくりでした。なんかもうガッチガチで。なんかね、確か年越しそばがね6時ぐらいに届くってママがさっき言ってて、え、6時に配信するってメール送ったなって言って、そう、でも私はざるそばだからそばが飲みないから大丈夫ってお話ししたので6時半ぐらいかなと思います。そう、ドラさんメンバー紹介もね、今日まで、そう、あの13周年公演あたりから今日までの間に、あのドラさんのメンバーを一人ずつツーショットを上げていって、私の印象、私が思うドラさんメンバーのいろんな子たちの普段の印象とかを書いてたんですけど、うん、あなたはドラさんメンバー、にゃー、ゆきちゃんもドラさんメンバーだった。ゆきちゃん、ゆきちゃん、くし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 、ゆきちゃんもドラさんメンバーだー、ゆきちゃんもドラさんなの、うん、よし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 、おいで、あら、つん、ゆきちゃんもドラさんメンバーだね、うし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 、ゆきちゃんも紹介しないと、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃんもドラさんメンバー、ゆきみ先輩なのにね。最後に紹介しないと、年始一発目の紹介かな、きみちゃん。 iPad が壊れてしまいました。あら、それは大変だ、それは大変だ、大変だ、髪の毛がすごい静電気だ。きみちゃん、買い替えしないで、毛が抜けるから、かゆいんだったら書いてあげるから、買い替えしないでお願い。きみちゃんも、きみちゃんも大人気アイドルですよ。もうほんと気づいたら私のルームの大人気アイドルになってました。カウントダウン配信はしないです。その時間は家族と過ごすので、19年間のルーティンになってるので、ちょっと戻せない。ここ数日静電気すごいよね。すごい、やばい、もう髪の毛大爆発中です。これが最後の配信ですね。年内最後が、最後、謎が多い、ありがとうございましたと上に書いてあるままでございます。そうなの、私の配信開始時間がねずれてるんですよね。なんかもう1時間配信したかのような書き方に。年明けたらやる？そう、それちょっと迷ってて、何時までできるっけ、2時までできるんだっけ。とりあえず2時までの間にメールは送ろうと思っています。うん、よし、ゆきちゃん、いつの間に配信復活してるの。6時、6時です。ポン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 、ゆきぽん、ゆきぽん、どやぐし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 、5時まで配信できますって。そうなんだ、それだったらいつかできるかもしれない、多分、多分、多分、ゆき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 、よいしょ。でもわかんない、年始一発目、1日、多分オールしたら明日死ぬ気がする。オールしてもいいんだけど、多分明日死ぬ気がするな。そしたら、したら5時までの間に配信するかもしれないけど、多分全然明けおめ感がないままぼーっとして、はい、おめでとうございますみたいになる気がする。ポン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 、5時過ぎたら普通の配信時間じゃない。確かに、それな、そういうことか、オールで配信できるよって話ね。なるほどね、そういうことね、オール配信ができるよという、そういう意味か、5時までできるってことは。やっほー、やっほー、無理はしなくていいかな、オッケー。年
年明け15分だけ、あ、そういう感じね。それだったら確かに起きてられるかもしれない。いやー、でも明日1日だから、そうだね、1日2日3日と、まあ正月からフル稼働なんですけれどもね、こちらはね頑張りますよ。今日もね、家にいる間にね、研究生コンサートに今まで振り合ったやつをね、一人で踊ってて、暑くて暑くて暑くて仕方なかったのよ。ジャイケートッパちゃん、やっほー、ありがとう。生活リズム狂うと体調悪くなるよ。もうまさに絶賛それですね、今。絶賛今それですね。昼夜逆転状態でもずっと、おーってなって。元旦公演 DMM 見て、お、そうなんだ。こんばんは、こんばんは。え、ずんさんが髪の毛20センチぐらいカットしたんだって。へえ、へえ、お正月は楽しみましょう。そうだね、楽しみましょう。楽しんでください、皆さん。歌唱力当たった、イエイイエイ。ここにはゆきみもいます。ゆきみちゃんは何力がありますか？ぶりっ子能力です。ぶりっ子能力があります。耳しか映ってない。あ、いるいる、映った映った、ゆきちゃん映りました。ハートありがとうございます。芋餅ね、芋餅作んないとないんですよね。もう売ってないからさ。お正月は普通の餅。ん、桂さん、なんだそれは、なんだろう、これはなんだ、なんか書いてある、英語で 何が書いてあるの。スペシャルギフトを見てみましょう。ちっちゃい、見えない、なんだこれは、なんだこれ、わかんない、なんだ、花火かな、なんだ、ありがとう分かっていいな、ありがとう、アイテムね、花火か、サンクス2018、ありがとう、嬉しい、わかった、サンクス2018、ありがとう、こちらこそありがとう、イエーイ、ありがとう。花火ドーン、花火ドーン、ドーンドーン、ゆきちゃん花火ドーン、ドーンドーンドーンってドーンドーン、マイペースドーン、お、ドーン、花火ドーン、ゆきちゃん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 、伸びなのゴロンです。ゴロン、花火ドーン、はい、きみちゃん、モフモフだね。たけちゃん、1年間お疲れ様でした、ありがとうございます。今年ね、今年 AKB に加入したわけですけれども、はい、1年間、うん、ありがとうございました。もうショールームを始めて1年以上は経ちましたね。どうでしょうかね、なんかどうですかね、最近の滝ひとみはですね、きみちゃんもマイペースだけど、私もすごくマイペースで、なんかマイペースな割には、うん、いろいろ楽しんでできたかなと思ってます。エイトファンですが推しメンですって、ありがとう、嬉しいです。これからも押してください、来年も押してください。ふふ、ふみちゃんもゆきみちゃんもお疲れ様でした。ゆきちゃん、お疲れって言われてるよ。ん？ん？ん？だってかわいい、かわいい、かわいい。じゃあ、ポン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 。いやー、なんかね、今年1年早かったなーって感じしますね。なんだろうなー、なんか今年1年、なんだろう、なんかもう加入してから。ブワーって過ぎてって、高校卒業して、で高校卒業したと思ったら、そう、大学に入って AKB の活動が始まって、公演祭りしてね、イベントあったり、じゃんけんがあったりね、パジャドラもどうなるか、なんだこうだ、あだこうだ、あれあれあれみたいになって、気づけば11月になってて、パジャドラやるのかなって思ってて、やらないと思ってたの、正直。本当にパ
朝ドラもうなくなっちゃうんじゃないかなと思ったら急にやるってなってね、びっくりしましたね。やることになり朝ドラ始まってね、13周年あって AKB 紅白あってみたいな、もうなんか毎日毎日追ってったら終わっちゃった感じ毎日毎日なんか何やろう何やろう、あ今日はあれだ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 って思ったらなんかもう1年終わっちゃったって感じしますね。今までなくたくさん公演に行けた1年です。あ、よかったです、ありがとうございます。今年1年を漢字一文字で表したら何、今年1年ですか、なんだろう、なんかなんだろうな、なんだろう、なんだろうな、なんだろう、難しいね。今年1年表すとしたらなんだろう、今パッて思いついたのは追うっていう字かな。追われるとか追うとか、そう追うって感じ、追いかけるの追うって感じかな。それだな、なんかもう、いろんなものに追われていろんなものを追ってた気がする。あっという間すぎてなんか追って追われて終わった感じ。そうそう、それそれ、みんなコメントしてくれてる追うっていう字です。はじめまして、湘南新宿ラインと申します。めっちゃ電車ですね。鉄道好きです。鉄道ですか、鉄道か、鉄道、ゆみちゃんは好きですか。鉄道は詳しくはないんですけど、でもあれかな、電車利用は多いです久々秋葉原の劇場に向けたし、よかった、ありがとう、私をたくさん追いかけましたって、ありがとうございます、嬉しい。そうね、もう今年は追って追われてなんかもうバスンバスンって感じでした。なんかやっぱ嬉しいことがあったらなんだろう、なんだろうな、嬉しいこともたくさんあったからそれでなんか上塗りされてるところがすごくあって、だけどそういう嬉しいことがなかったら多分普通に辛いだけだった気がするって思っちゃう。あんまなんかなんだろうね、なんか握手会をするたびになんだろう人が増えてることも嬉しかったし、あと劇場公演とかでも公演めちゃくちゃあったけど、それやるたびにね、なんか違う人、いつも来てくれてる方もそうだけど初めて劇場公演で見たんですけど何々がすごいかっこよくてとか好きになりましたって言ってくれるキャラクターも多くて、でそういう方の言葉とかいつも来てくださって応援してるよって言ってくれてる方の言葉なかったら多分普通に病んでた普通に病んでたお、ありがとう、タワーだ、モーメントシスさん、ハッピーニューイヤーだって、早い早い、ハッピーニューイヤーありがとう、日本じゃないのかな、ヤッホー、ありがとう、ありがたわ、センキュータワータワー、ありがとう、イエイイエイ、ありがとうね、嬉しみです、フラゲニューイヤーフラゲハッピーニューイヤー。そうね、なんかレッスンについていけなくて泣いたこととかあるけど、なんかそれは全然正直言ってやっぱ辛くなくて、なんか逆に言ったらレッスンとか踊ったりとか歌ったりとかなんかパフォーマンス
に関して一生懸命にやってる時っていうのはやっぱり自分の集中力とか自分の技量を高めてる時間だからできないのはすごい悔しいし嫌だし怒られるのも嫌だけど、でも怒られて当たり前じゃないですか。正直言って先生からだってね、認めら一発目から認められる人なんてそうそういないだろうから、そりゃ無理だしできてないのも当たり前だと思うので、なんかその後どうやって表現できする表現できるようになっていくかっていうのが大事だと思うから、別にレッスンをやってる間とかパフォーマンスしてる間とかそういう時は全然何も思わないんですよ。もう夢中だから、なんか夢中でやっててもう普通に体がもう本当にやりすぎて体がついていけなくて体力の限界で泣きながらやったりとかも したけど、なんかそういうのは別に苦じゃなくて、全然苦じゃなくて、なんかなんだろうね、言えないけど、うまく言えないけど、すごいいろんなことがあったなって感じで、すごいいろんな辛いことがいっぱいあったし、 AKB に入んなかったら多分こういう思いもしなかったんだろうなっていうこともいっぱいあったけど、でもなんかその分やっぱり AKB に入んなかったらこんなになんかすごいステージに立ったりとか、いろんな人にその瞬間に一気に見られることっていうのもないと思うから、そうね、なんかそれもすごいなと思います。なんかあとは本当に同期がドラさんでよかったっていうのはめちゃくちゃ思いました。多分私は他の期に入ってたら多分やっていけなかったと思います。まあ、もちろん先輩も優しいし、それこそこの前ね、明日よろしくでメグさんに回した時にメグさんのことについてすごいたくさんお話その時させてもらったけど、すごい優しくていろんな話も聞いてくれて、すごい素敵な先輩とかにも会えたからよかったんだけど、でもやっぱり私はドラさんじゃなかったら多分これからも続けておこうと思わなかったなって感じはする。猫ちゃんのお名前はゆきみちゃんです。あ、こっちだ、頭ゆきみちゃんです。しんのすけさん、やさきちゃん、くまありがとう。くまさんありがとうございます。なんかそらちゃんがいるから、まあもちろん本田そらの存在もすっごく大きいし、本田そらいなかったら結構なんだろうな、本田そらにしか話せないこともあるから、もちろん大切な存在なんですけど、ソラさんだけじゃなくて他のドラさん全員を含めて、なんかドラさんの子たち一人一人と会って、なんかなんだろう、なんかね、ドラさんみんなで固まってても一対一になってもなんか嫌だって思う瞬間がないっていうか、なんかそれ言うとなんか他はあるのかって突っ込まれそうだから言えないですけど、なんかうまく言葉に表せないんですけど、なんかドラさんは一緒に言うとやっぱり加入する前のその候補生期間とかでも一緒になってた子ももちろんいるし、その時は全然知らなかったけどっていう子も、でもなんか今は一緒にいるだけで、同期と一緒にその現場にいるだけで安心するっていうか、なんか公演でもやっぱり同じステージに同期がたくさんいると、なんかあの頃ずっと一緒に候補生だった子たちと一緒にステージに立ってるんだっていう感覚もあるし、なんか他の AKB 紅白とかでも、なんか最初 AKB 紅白楽器で出られるようになってすごい嬉しかったんですけど、私と萌歌しかいないのかなと思って、すごくそれで一気に怖くなって、じゃあ待ってる時とかすごいなんか居場所ないじゃんって思って怖いなって思って、でもなんかそれなりにまあ準備とかもリハーサルとかもいろいろあるし、まああっという間に終わっちゃうんだろうなって思ってたら、ロドスをできることになって、そうそうそう、ロドス
を AKB 紅白でできるようになった時に、そう AKB だけじゃなくて各グループのドラさんとも会えることになってすごい嬉しかったし、やっぱりなんかそれで1年前前座でやった時ロドスを AKB 紅白でやらせてもらった時と比べて、やっぱみんなそれぞれさ変わったっていうか、それぞれのグループに入っていろんなこと経験してきて、1年後にやった集まれて、まあ、16人だけだったんですけど、そうロドスを披露するってなった時に、なんかやっぱドラさんいいなって思ったなんか AKB のドラさんっていう枠に限らず、普通にドラフト3期生っていう中に入れてよかったなって思いました。すごい真面目な話しちゃったわ。そう本当にでも最近すごく思います、本田空だけじゃなくて、まあね、メールとかにも書いたんだけど、なんかそれぞれやっぱいろんなことがあったし、なんか公演って公演に立つこと自体はすごく好きだし、公演で踊ることとか歌うこととかみんなの前に立つっていうのはすごい好きだし楽しいことなんだけど、やっぱりそれに伴って立ち位置とか歌割りとかってあるじゃないですか。絶対私より先輩方を応援してきた皆さんの方が多分そういうのでいろいろあった先輩方のことを見てきてるから、多分私たちドラさんよりも皆さんの方が知ってることは多いと思うんですけど、そうなんかそう歌割りのことだったりとかポジションのことだったりとかで、そうめっちゃねそれぞれいろいろ悩んだこともあったし、それでねわーってなったこともあったしね、そういうのもねいろいろそういうもろもろって、でも自分たちでねじゃんけんして決めてるわけじゃないからさ、ね、自分たちでじゃんけんしてさ全部センターですとか全部後ろですとかそういうのないし、やっぱ16期さんと一緒にやっていた公演っていうのもあったし、ね、先輩方と一緒に出る公演だから修行中もいろいろあって、パジャドラもなんだか、あ、なんかねなんだかいろいろあったし、でもなんか一番その中でもねやっぱ萌ちゃんが怪我した時はすごいピンチだなって思って、そうめっちゃ思った、萌ちゃんが、そう萌かね、そう矢作萌かちゃん、萌かが怪我した時にすっごいなんかうわーって思っちゃって、えってだえ大丈夫かなじゃないけど、なんかなんか萌かのその症状もかなり重かったから、そうなんかその普通に本人への心配もそうだし、そうなんかいや圧倒的センターのあの子がいなくなった時どうやって公演を支えていけるのかも不安になったし、そう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 、なんかその期間すごい萌かもいっぱいイベント詰まってたしさ、なんか怪我した後にちょうどあの時何があったんだっけ、大磯かな、大磯のイベントか何かがあって、それもなんかめちゃくちゃ足痛めながら出ることになっちゃってて、なんかまさか同期の本当に一番ねもうこうね同期の中でも皆さんの客観視してる中でも圧倒的エースセンターって言われてるようなこの大きな怪我っていうのはどうなんか支えてあげられる、こっちも支えてあげられるものなのか、公演自体も持たせられるものなのかってすごい不安になったんだけど、でもなんかね修行中は結局田谷さんがそう萌香のポジションでずっと頑張ってくださって最後まで支えてくださったのも大きかったし、で今はねランがちょうどその一番最初初日に萌香が出たポジションでランが今一生懸命頑張ってくれてるから、
そう、なんかそれもなんかそうなのよ、それも思ったんだけど、ランがそう、そこに入ってくれたっていうか、ランがそこに入ったこともすごく嬉しくて、なんかドラさんの穴をドラさんでカバーできたところはやっぱりランの実力ってすごいなって思って、そう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 ね、なんか表現とかもそうだけど、もちろんダンスももともと上手いし、そうすごいなっていつも踊ってるのを見て思いますね。あとなんだろうな、うーんね、なんかそうね、とにかくでもちょっと寂しいのが、その真帆とキョンと、真帆とキョンと萌香が3人ドラさんから昇格して、そう3人の昇格は嬉しいんだけど、なんか昇格したことによってなんか活動が変わるじゃないですか。結局今回研究生のコンサートに正規メンバーに上がった正規メンバーさんも、はい、正規メンバーさんも研究生コンサートに出るって言うとなんか難しいけど、なんだろう、そう、あの発表された時に研究生だった今正規メンバーのドラさんの子たちプラス、そう16期さんとかも出てくれるんだけど、なんかそれが終わっちゃったらなんか全く活動が変わっちゃうのかなって思って、ドラさんっていう枠だったら一緒に活動できるかもしれないけど、研究生っていうものになったらキョンちゃんとかマホピョンとかモエカはいなくなっちゃうのかなって、そう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 、昇格したらそう一緒の活動が少なくなるじゃないですか。そう16期さんからそのお話を聞いてて思ったんですけど、そうだ、そう考えるとその研究生コンサートが最後になる、みんな集まってみんなで曲ができるっていうのは最後になっちゃうのかなって思ったら、そうなんか仕方ないし、上がった子に関しては昇格がおめでたいことだからこっちが引き止めることもできないし、まあ、私も早くね後を追わなきゃいけない立場なのも分かってるんですけど、でもなんかね、やっぱりもうずいぶん前から一緒にいろんなねことや一緒にやってきた、なんか当たり前に一緒にいたメンバーだったから、そうそう、これから別の活動になるんだなと思って寂しいなっていうのと、あとそれに伴ってね、私とかね、あとなんだ、そのランちゃんとか本田さんとか岡ちゃんとか、まあ他のメンバーももちろんそうだけど、みんな集まってちょろっと話した時になんかそう、早くその上がりたいっていうね、自分たちも早く上がりたいっていう気持ちもあるんだけど、うちら全員次もし上がれたとしたら会うこと少なくなるよねってなって、そう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 ね、研究生メンバーみんな通ってきた道かもっていうのはすごくそうだと思う、確かにみんなそうだと思うんですけど、やっぱりチームの活動だけになってしまったら会うことも少なくなるし、握手会だってね多分同じ部とかじゃない限りは全然変わってきちゃう、会うことも少なくなってきちゃうからね、なんかねそれも寂しいなって、同じ活動ができなくなるのも寂しいなっていう感じもするんですけど、まあドラさんってもともとそのドラフト制度だったから、その南紀さんっていうその研究生よりも、なんだろう、なんか南紀さんっていう研究生よりももともとチーム付き研究生として入ってきちゃってる分、もうバラバラになることは分かってたから、なんかそういうのも含めてなんかぶっちゃけそう一番最初仲間作ろうと思ってなかったんですよ私。そうそうなんですよ、なんかもともとなんかそんなに親しくなる仲間を作るのもなんかあれなのかなって、違うのかなとか、一応学校じゃないしなんかとにかく仲良く一緒にワイワイみたいなのは違うのかなっていうイメージもあって、そう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 、仲良く仲良くっていうイメージでいたくなくて、そうそう競争相手だからねって書いてあったけど、そうなんか競争相手だし、
ライバルであることが第一だから仲良くしようっていう気はあんまなかったのに、そう、公演とかレッスンとか握手とか、そう、そういうところでやっぱ時間、一緒にいる時間も増えてくるし、あの、なんだろう、なんかね、他の活動の時とかに前泊したりお泊まりしたりっていうね、活動の一環にお泊まりが入っちゃったりすると、やっぱりその分仲良くなっちゃうから、そう、仲良くなるのも嬉しいけど、なんか仲良くなることによって競争したくなくなっちゃうところがあって、なんでこの子と競わなきゃいけないんだろうって思うことがパジャドラ公演のレッスンの前の時とかにあったりとか、なんでこの子、なんでよりによってみたいなそうそう、なんでよりによってこう、こんな、この子となんかこうなんなきゃいけないんだろうなみたいなことがあったりして、そう、だからそうなるんだったら仲良くならなきゃよかったって、同じこと本田空も言ってて、そう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 、そうなのよね、なんかそう同じこと言ってる同期が多くて、あ、みんな同じ気持ちなんだなって思って、だから同じ気持ちだから同じように頑張るしかないよねって話にはいつもなるんですけど、そう、仲間でありライバルでありだけど、なんだろう、なんか親友でもないし、うん、なんか難しいよねって感じそう、複雑な、そう、気持ちになる、そう、だからなんか、なんだろうな、私あんまりしょっちゅうさ泣くようなタイプじゃないからあれだけど、なんかそれで、そう、なんか結構さ、なんかすごいイライラしながら配信しちゃったりする日があるような子だったり、めっちゃ泣きながら配信しちゃうような日がある子だ、子、そういう日があるような子だったりとか、あと、なんだろうな、ずっと黙ったまま配信しちゃう時があるような子っていうのも、絶対みんなそれぞれいろんなこと考えて、いろんなこと抱えてるし、絶対誰にも話せない内容なことだったりとか、人に言うたりするのも意味がないようなことだったりとか、いろんなものがあって、そう、いるんだなっていうのも思うから、なんだろうね、様々ですよね、なんか、そう、だからといっていつもの感じで声をかけられない場合とかもあるから、なんかそういう時に、ああ学校とかの友達とか親友とか仲間とかそういうのじゃないんだなって思って、なんかそういうのでも結構いろいろあったし、そうね、そうね、それね、価値ある時間を過ごせてるなっていうのを思うんですよ。なんか急にそういう風に悩んでたりとか、人を励まそうとしてる時に急に第三者的目線の自分が降りてきて、そう、なんかこんなこと絶対ここに入んなかったらなかったなっていうのも、そう、気持ちの中にあって、なんかこのグループに入れて、普段の生活とか普通の大学生やってたら絶対思えなかったこともここでは経験できてるから、多分他の場所に行った時とか、他の、なんだろうな、将来の自分がやりたいことのところにつながったりとかしていくのかなとは思うんだけど、うん、ね、なんか人として、そう、多分普通の生活をしていたら経験できないことをさせてもらってるから成長できてるのかなとは思うんですけどね。まだ1年目なのに、加入して1年でここまで濃い内容を過ごせるんだなと思って、そう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 、加入して1年でここまで経験させてもらえるんだったら、これから何年も続けてったらどういう人生が待ってるんだろうとも思うし、まあね、何度も何度もいろんな思いがあって辞めたくなるような時もあったりとか、そうだけどやっぱり続けたいなって思う時もあったりとかで、
でもなんかなんだかんだそういう時ってやっぱり仲間と同期と一緒にいる時にやっぱりもうちょっと続けていきたいとか、この人たちと一緒に活動していきたいっていうのがあるから、うん、なんかまだやっぱりもっともっとできてないこと、やりたいこと、いろんなことあるから、そうね、来年も、来年はなんだろうな、来年の目標っていうのを立てろって言われたら、なんか何があるか分かんないじゃないですか。そう、なんか何があるか分からないグループだからさ、来年になっていきなりなんか違う企画をがパンって始まる可能性もあるし、来年になっていきなりなんかいつもと違うことが起こるかもしれないし、来年になっていつもやってることが新しい形になるかもしれないし、なんか本当に自分たちも本当いつも公演のメンバーとかでもそうだけど、なんか私たちが知らない間に決まってて皆さんと同じタイミングに知るってこともすっごくよくあることだから、そうなった時になんかそう、どう、そうだから目標を今言えって言われたら、何がどうなるか分かんないからパッて言えることがないんだけど、だけどなんか来年はやっぱりみんなにとにかく喜んでほしいとか、そう、なんかみんなにとにかく喜んでもらえたりとか、私のことをもっと応援したくなる気持ちを持ってもらいたいとか、私のことを推しててよかったって思ってもらえるような一年にしたいなと思っておりますそうね、なんかそう、何が起こるかわからないところだから、今これをこうしたいってパッて言えるものはないんだけど、とにかくなんかそう、去年に比べて落ちたなとか、去年に比べてなんか、うん、マイナスなことが起こったなっていう印象がない一年に、新たにまた一年新しくいろんなことに挑戦して、いろんなことに、そう、いろんなことで結果を残していけたらなと思っております。はい、雪見も起きましたね。なんかね、ちょうどお蕎麦が届いたっぽくて、お蕎麦が届いて、なんか蕎麦屋さんと親の会話が聞こえてきそうだったので、めちゃくちゃ声を張り上げて配信をしてたんですけど今そう、今めっちゃ声でかくしてたのはそう、それなんですよなので蕎麦屋さんの出前が届いたので、そろそろ終わりの時間になりますかね。そうね、なんかだいぶ話しちゃったけどだいぶ話しちゃったけど、どうなんでしょうね、暗闇になったりとかしてません？大丈夫かな、暗闇になったりとかしてなかった？さっき私がベラ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 話してるとき。あ、大丈夫だった。よかった。大丈夫だった。よかった。よかった、よかった。よかったです。いろいろ話させてもらったけど、カットされてたらどうしようと思って。あ、私の話カットされてたらどうしようと思ったけど、よかった。みんなにこの言葉が伝わってたらよかったわ。そう、とにかく私はドラさんで加入できて、ドラさんが同期ってことが本当に嬉しいし、ドラさんのみんなを来年も、私はもちろん応援してほしいんですけど、ドラさん全員応援してほしいです。あがたメンバーはもちろんだけど、研究生も一生懸命頑張ってるし、いっぱい踊って歌って頑張ってる子、あとそれだけじゃなくて配信も毎日頑張ってる子、そうもいるし、うん、そう、もうなんかもう一生懸命なんですよ、みんな真面目で一生懸命で、そう、なんか本当にドラさん悪い子いないし、ドラさん本当に応援してほしい。そう、なんか違うの、なんか頑張ってないメンバーなんていないんだけどねって言ってるけど、頑張ってないメンバーって言うのは違くて、なんだろう、なんか頑張ってるメンバーっていうのが違うんですよ、なんか違うんですよ、なんかわかんない、これは言っちゃいけないことだから言えないけど、そういうことなの。とにかくなんかドラさんはそう応援してほしいんです。そう、なんかそう、うん、
これ以上言うと多分私クビになるんで言えません。以上以上です。ありがとう。そうね、もうドラさん愛はすごいから、うん、そう、うん、とにかくみんな応援してね、応援してねありがとうございました。ということでね、最後の壇上呼びをしましょうかね。させてください。そうですね、させてくださいマジで私の配信させてが多すぎる。あ、ほんとオカリナも似たようなこと昨日は言ってた。だって、オカちゃん、オカちゃん。ではランキングを読みたいと思います。13位山口さん、12位シグマさん、11位風脇さん、10位シマーさん、9位クニーロさん、8位直樹さん、7位キタロウさん、6位ギラッチさん、5位ミッチさん、4位カツラさん、3位元気さん、2位しんのすけさん、1位モーメントシスさん、合ってるかな。ありがとうございました。ありがとう。良いお年を、良いお年を、良いお年を。今年も1年ありがとう。来年も1年またよろしくお願いします。ということでバイバーイ、また来年。良いお年を。